ちょっと今日ほんまついさっきまで別のもん食おうとしててんけど、急に気が変わりまして、レバ刺し急に食いたなってんけど、レバ刺しって売ってないやん。レバ刺し売ってないから、レバ刺し風のものをこんにゃくで作れるのよ。だからもうこんにゃくで作ります。こんにゃく買ってきました。コンビニに走ってこれだけ買いに行きました。これね、なんかこれだけ買いに行って、これだけね手に持ってレジ行ったんですけど、店員さん女性やったんで、なんかちょっとなんかわからんけど、ほんまなんかわからんけど捕まるんちゃうかなって思いました。なんかわからんけど、なんかやましいこと考えてんちゃうかこいつと思われたら嫌なんで、なんかかなり紳士ぶって、全然小銭で出せたんですけど、5000円出して、でお釣りもらった時も ありがとうございますって言って、ほんだらなんかいつも以上にね、何回かその女性の店員さん会ってるんですけど、はい、なんかいつも以上に親切で、ほんでありがとうございましたの声もでかかったんですよ、いつもより、はい、ほんまに、はい、これ絶対でかかった、はい、ちょっと意識してんちゃうかなと思って、思いました。ちょっと意識してるなって思いました。なんか心のどこかで、ちょっとこれまず抜かせていただきます、水そんな臭いっすよね。レバーってでもお店によっていろんなね形ありますから、いろんなレバー作ってもいいんじゃないですか。生臭いっすよね、こんなやつ。あ、くっさ。ちょっとなんで軽くでいい、まあ臭み逆に残したってもいいんちゃうかなって思ってるんですけど、まあでも若干塩でこう水で洗う感じで、キッチンペーパーで水気を取って、そしてもう適当に並べて、そしてすりごま、やっぱ若干水分出そうなんで別皿でいきますね。でごま油で塩適量、にんにく適量、生姜は若干でいいですかね、うまみ調味料多少入れて混ぜて、これにつけて食ったらもうレバーの味がするんじゃないのっていう感じです。どんな感じになんねやろ。いただきます。あ、これレバーやなうわすげえ。いやこれめっちゃうまい。これいいぞ、すごいわ、これ思ってたよりすごい、これ楽しいわこれ楽しい、なんか全然ちゃうのに肉みたいって楽しいことやもんね。やばいな、これ。うまたにえんやな。うまたにえんの麻婆春雨やな、これ。完全に。完全に。すごい、これ。変身してたレバーに。というか、これメタモンじゃん。よう考えたら。なんか、メタモンやった。俺、調理してた。なんか、すごい変身したけど、レバーに。完全うま国でした。うまくにさん、ありがとう。いい薬です。うまんつええ味、バンドええ味、ゆで卵でした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。